こんにちは、プロトレーラーの翔太です。本日のビットコインの相場展望ですね、お届けしていきたいと思います。こちらはですね、BTCUSDT の1時間シャーと表示しているんですけども、注目ポイントとしましては、このレジスタンスラインを明確に上にブレイク、 するのかそれともこの辺り抑えられて、えー、明確に下落してくるのかで今後の、えー、ビットコインの相場の方向性がある程度決まってくるかなと思いますでまずは下目線の解説からしていこうと思うんですけども、えー、もしも、えー、このレジスタンスラインを、えーまあ、明確に上にブレ,ブレイクできずに抑えられて下落してしまった場合その場合ですね、えー、一旦目指してきやすいポイントとしましては、えー、ここそしてここ この2点で、えー、2点でのレジスタンスラインですねあた、えー、りぐらいまで、えー、下落してくる可能性がひとまず高まってくるかなと思いますで、えー、こことここでのレジスタンスラインも、えー、さらに、えー、下にブレイクしてきた場合はその場合次目指していきやすいポイントとしましては、えー、こここのサポートラインですね このサポートラインぐらいまで次は下落してくる可能性が高まってくるかなと思います。で、ここもさらに下にブレイクしてきたら、次目指してきやすいポイントとしましては、えー、ここのサポートラインですね。このサポートラインぐらいまで、えー、下落してくる可能性が次は,、えー、次は高まってくるかなと思います。で、下目線の解説はこんな感じで、えー、逆に上目線の解説していこうと思うんですけど、えー、もしもですね、えー、この このレジスタンスラインを明確に上にブレイクしてきた場合、その場合ですね、次目指してきやすいポイントとしましては、こちら今、BTCUSDT の終圧者と表示したんですけども、次目指してきやすいポイントとしましては、えっ、ー、と、ここですね。このレジスタンスラインですね。うん このレジスタンスラインあたりまで、えー、上昇してくる可能性が、えー、ひとまず高まってきて、で、ここの、えー、レジスタンスラインをさらに上にブレイクしてきたら次目指してきやすいポイントとしては、えっ、ー、と、まあ、この、えー、要線のこの高値の、このレジスタンスラインですね、まで、えー、上昇してくる可能性が次は高まってくるかなと思います。はい。 でえー、ここもさらに上にブレイクしてきたら次目指してきやすいポイントとしては、えー、とこの要線この陽線の安値の、えー、サポートラインですねうんここぐらいまで次は上昇してくる可能性が高まってくるかなと思いますはいまあこんな感じでですねあの次に目指してきやすいポイントを意識しつつ トレード戦略を練っていくことで、あの上手なトレードができ、えー、上手なトレードができやすく、えー、なってきますので、ぜひですね、えー、ご参考いただけたらと思います。で最後にですね、えー、非常に重要なお知らせがあります。これはあの仮想通貨トレーダーの方,、えー、方々にもですね、ぜひあの聞いていただきたい、えー、重要な話なんですけども、今現在ですね、FX のえ超初心者トレーダーさんが少資金からでもえ最短最速で経済的、時間的、精神的、環境的に自由なお金持ちの上昇トレーダーを目指していくためにおいてすごく役立つトレードノウハウや 考え方などをまとめている、えー、極意マニュアルというマニュアルを、えー、プレゼントさせていただいております。で、えー、この極意マニュアルを、えー、受け取ってあの効率よく FX を極めていきたいというそういう方はですね、あのこの動画社の説明欄に僕の LINE アットのリンク載っけておりますから、えー、そちらからまず僕の LINE アットを友達登録していただき、その後に、えー、僕の LINE アットのトークの方にですね、えー、極意マニュアル希望、 とメッセージをくださいマニュアル希望でもどっちでも大丈夫です。で、まあ、そのメッセージ確認取れましたら、えー、この極意マニュアルを、えー、プレゼントさせていただきますので、えー、ぜひですね、FX を効率よく、えー、極めていくためにおいて、えー、有効活用されてみてください。はい。えー、というわけで、今回の動画講座、以上になります、えー。ためになりましたら、動画の高評価とか、あと YouTube のチャンネル登録などもぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。プルトレーダーの翔太でした。失礼いたします。